ちゃん。おい！ここに反逆者ギラをかくまってるんじゃないだろうな。はぁ、あ。うははははーとか笑って、邪悪の王とか言い出すわけわかんないやつ、かばうわけないでしょ？そうだそうだ。うんうん。そうだな。偵察任務開始！僕がダメだよ。即捕まって今度こそ死罪だよ。今は王様に任せるしかないって。王外武装。王外武装。逃げなさい。お宅の品性欠けた方々に妨害されてるんですけど。なんで出しゃばってきやがった。人にやらせてわがままで奪うのがてめえだろ。私のパパとママは15年前のあれで亡くなった。神の怒りの被害者か。災害とこれは関係ねえだろ。災害じゃない。てきし、てきし、てきし、てきし。王様、娘は大丈夫ですか？大丈夫、安心してください。心配しなくても大丈夫ですよ。パパとママは最高の王様で、最高の医者だった。姫野、輸血袋ありったけ持ってきてくれ。はい。大丈夫ですからね。安心してください。くし。なんだ。なに？みん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 。待て！私は見た。あれは人が起こした事件。パパとママからは未知の毒が検出されたけど、サソリの毒に似ていること以外わからなかった。それでゴッドスコーピオンにこだわってんのか。あれは私がもらう。毒の成分を解析して、これ以上同じ被害者が出ないようにする。バラッバラに分解して、パパとママの敵討ちにはなんねえぞ。シュゴッドはただの機械だ。神の怒りが人間の仕業だって。お前が言ったんだろ。責任は全部、命令する人間にある。大切な人を失ったことない人には分かんない。ああ、分からないね。俺は親の顔も知らない。失う悲しみってのは、贅沢もの特権だ。うお、敵だ！イエーイ！どひょー！やまくー！
手止めんな。俺が片付ける。治療最優先。秒で済ませてくる。妨害武装。最新話まで全話見るなら再現戦隊ブンドドジャー、それもだが東映特撮ファンクラブテラサで。今日の放送をもう一度見るなら再現戦隊ブンドドジャーで、あとアメバ TVer で。あ、見ていただきたい。毎週再現作るの頑張ってるからこっちも見てね。